ハニーンゾービーハニーンゾービー。所属政党はバラド。スンナハイスラム教徒。1969年5月23日にナザレで生まれる。ハイファ大学で哲学と心理学を学んだ。大学卒業後、数学教師として働く。ゾービーは2001年にバラドに入党。2009年の総選挙でクネセト議員に初当選。アラブ系としては、 初の女性クネセト議員が誕生した。2012年12月、2010年のガザ自由戦団への参加などを理由に2013年1月に行われるクネセト総選挙の出馬資格を剥奪された。しかし、この決定はイスラエル最高裁によって無効とされ、彼女は引き続き選挙に出馬できることとなった。 2014年に勃発したガザ侵攻の引き金となったイスラエル人少年3人の殺害事件について犯人はテロリストではないと発言。クネセとの倫理委員会から半年間のクネセと党員停止処分が下る。さらに2014年11月にイスラエルのテレビ局チャンネル2のオンライン版のインタビューでアイセルの兵士とイスラエル軍の兵士は 同じ殺人者集団であるという趣旨の発言をし、大きな波紋が広がっている。リクード所属のミリ・レウェブ議員は、ゾウビはイスラエルにとっての危険な敵と非難、今後のゾウビの政治活動が危ぶまれる状況となっている。エレツイスラエルはユダヤ人のものであるという考えについて、本質的に人種差別であるとして反対している。 また、極、クネセト議員アビグドール・リーベルマンが考えた、中性法案を批判した。また、リーバーマン、ベンヤミン・ネタニヤフ、ツィッピー・リブニを、ファシストと批判してはばからない。クネセト議員として議会に初登板した際、開会前に、イスラエル国家、ハティクバが演奏されたが、ゾービは、その間議会から退出した。理由は、ハティクバは私を象徴しないというものであった。 私は偽善が嫌いだから出て行ったのよと述べている。また、イランが核兵器を持つことをイスラエルとのバランスが取れるとして指示する発言をしている。2010年5月31日、トルコからガザ地区への人道支援のため向かう客船にゾービは登場した。そして、ガザへ向かっている途中にイスラエル軍の特殊部隊が客船を吸収し、多数の死傷者が出た。また、 ゾービが客船に登場していたことが判明し、イスラエル国内に激震が走った。ゾービは、事件をクネセトで、イスラエル軍を、海賊などと非難した。しかし、これに、リクード所属のユダヤ人女性議員であるミリレ・ゲブから、ガザに去りなさい。この国賊。などと適厳しい非難を浴びせられ、また、クネセト内の司法発砲からゾービへの罵声が、飛び交うなど、大荒れとなった。 事件後、事態を重く見た、イスラエルのエディ・シャイナイ務大臣は、国家への反逆として、司法長官にゾンビーの議員特権及び、イスラエル市民権を剥奪するよう要請した。ゾンビーは、自宅南京に置かれたが、5日後に15万シェケルを支払い解放された。しかし、彼女の元には無数の殺害予告が送り付けられており、ゾンビーを保護するために2人の警護員がつくこととなった。 また、Facebook には、ゾウビを処刑せよという題名のグループが立ち上げられた。参加メンバーは2010年6月23日現在1万人に達している。メンバーの一人が、ゾウビを殺害した人間に報奨金を手渡すと書き込んだことで逮捕された。クネセト内の調査委員会では、7対1の賛成多数でゾウビの議員特権を剥奪することを議決したが、 クネセト議長であるルーベン・リブリンはこれを認めず、議員特権剥奪を阻止しようとした。このことは、右派から激しい批判を受けたが、イスラエルの民主主義を守ったと擁護する声もあった。しかし、最終的に、主に極右議員、ミハエル・ベン・アリなどが発案した、議員特権剥奪決議を34対16の賛成多数で可決、パスポート所持の禁止など、 ゾービのいくつかの議員特権が剥奪された。ベンアリは、ゾービを、テロリストなどと激しく非難。リクードのヤリュフレビン議員は、ゾービに、あなたのクネセトでの居場所はない。あなたは、イスラエルの身分証明書を持つ権利はない。あなたは、イスラエル、クネセト、アラブ人コミュニティ、そしてあなたの一部の家族の恥だと厳しく批判したが、ゾービは、非常に、私は、パレスチナ人の女性であり、 私は、世界中の大切な自由、平等、そして正義を信じる。私は占領、封鎖、抑圧に反対すると述べた。また、クネセトで記者のインタビューを受けている最中に、イスラエル国内では著名なカハニスト、入植者である、バー・ルーフ、マーゼルとイタマル・ベングビルに絡まれ、口論になったことがある。2012年2月19日に、ヘブロンを訪れた際、入植者らしき男から、 テロリスト、などと執拗に絡まれ、ボディーガードと同行していたゾービーは苦笑していた。2012年3月11日には、バー・ルーフ、マーゼルが多くの仲間を引き連れて、ゾービーの自宅前に押しかけてデモをする予定であったが、暴力沙汰に発展することを懸念した、イスラエル警察の取り計らいにより、ひとまずデモは延期された。非常に気が強く、物おじしない性格の持ち主である。 2009年に、クネセト議員初当選を果たした直後、イスラエルのテレビ局、チャンネル2の報道番組に同じくクネセト議員に初当選した、極右思想を持つミハエル・ベンアリと共に出演した際、ベンアリが話をしている最中に何度も割り込んで、反論を述べ、ベンアリと論争になった。また、ガザ支援客選だ保事件についての演説終了後、演説中に、 彼女がナイフを持っているかどうか探すよう提案すると述べた、カディマ所属のヨエル発ン議員の元にまで駆け寄り、私がテロリストですって。私がナイフを隠し持っているですって。などと、真正面から発村を厳しい口調でまくし立てるように、避難し、あわや特っくみ合いの喧嘩に発展しそうになったまた、2011年7月13日、ベンヤミンネタニヤフ首相の演説に反発しやじを、 飛ばして議長から国瀬戸からの退出を命じられ、強制的に連れ出そうとする係員に激高し、係員の足を踏みつけたり、係員を突き飛ばすなどした。ありがとうございます。